はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットのシングルランクマッチやってきます。シーズン2が終わってね、シーズン3になったので、あのパラドックスポケモンが解禁されたので、トドロク付きと相手の構築にいるあのムーマをね、古代ムーマがとかその辺が使えるようになってますと。で、僕ね、トドロク付きが一番ちょっと使いたかったというか、あのこういう方で使うってもう決めてるものがあったので持ってきたんですけど、サーフ号受けとして投げたいかな。で、ラッキーを、まあ、投げたいは投げたいんだけど、ちょっと難しいところもあって、まあ、登録付きはとりあえず選出確定でいいね。サーフ号受けとして投げて、海流に対してはまあクレベカアマガを投げるんだけど、そのまま一緒に登録付きも見てもらえばよくて、ラッシャー考えて、叫ぶ尻尾は、叫ぶ尻尾がとにかくだるい、あれなんだけど、どうしよっかな。ちょっと重めなのは、ムーマもまあそうなんだよね。重めなんだよね。まあ、トロフ付きから入ってよくて、クレベ置くのも確定でよくて、クレベでいいかな。アマガの方がいい。いや、クレベでいいな。さすがに海流だから。選出間に合わないわ。ラッキーでいいと思うけどな。ちょ、羽ばたく神次第。いや、ラッキーね。羽ばたく神さえいなければ、地球投げでも攻撃技は確定でよかったんだけど、地球投げなんですけど。まあまあ、でも電磁波あるから、まあ、多少あれか。叫ぶ尻尾。何が上がる？これ見てないとさ、あれだよな、S が上がる。見てないとまずいの、厄介だな。で、このポケモンだけ僕ちょっとね、叫ぶ尻尾だけちょっと性能まで理解しきれてないんだけど、耐久が高くて、A と C が低い。これで回復技があったら僕めちゃくちゃ使いたいポケモンだったんだけどな。まあラッキーで全然見れそうな火力だけど、捕まえてくる技ないんだったらまあ別にいいか。さすがにラッキー引きだな。電磁波させるなら刺したいけど、次に引き先がいないから、投げ押さなきゃダメかな。ああ、君が電磁波打ってくるのか。攻撃技見てから考えたいけどな。だこいつもこいつでアンコールしてくるんだよな、多分。投げ打つのが悪いかな。あ、でもヒットポイント振られてるとあれか、投げで割れない感じか。捨てろ。回復するポケモンじゃないから、愚直に削っていくのがいいと思うけどね。ここでんじゃでいいね。あ、オッケー。投げで固定されるのは別に構わないから。デンジャーとかで固定されるとちょっと困っちゃうんだけど。これなら投げ連打で。アンコール、ステロ、電磁波まで見えた。あっと一は攻撃技だと思うけどな、さすがに。トドロク付き。羽ばたく神はいなそうだね。何持ってる？残飯。まあ残飯か。で、こいつをクレベースで勝てるかどうか問題なんだけど。まあ、とりあえず、ハチマキの線は切れたから、クレベースはブーツ履いてるから別にステロは関係ないと。リュウマイ。こいつの後テラスタイプ次第なんだよな。飛行テラス。いやでもどっちにテラスしてきても通る技があるからね。とりあえずここ鉄壁から入りたい寄りだけど。なんかプレスででも死ぬんだよな多分こいつ。プレスをしたいな。で、飛行テラスされて、あーみたいな感じに。テラス見るまでは鉄壁の方がいいか。挑発持ってる。プレス食らったらさ、どうしてたわけ？プレスどうしてたんだよ。リュウマイ。身代わりが多分ないかな？挑発があるってことは。普通に、あれか、プレス知らない民か。普通にプレスでしばけるならそれはそれで別に構わないんだけど、
あ、意外と硬いね。もっと入ると思ったけどな。ここどっちでも落ちるから、つらら落としを打った方がいい。飛行テラスがワンチャン。外すとちょっとまずいんだけど。なんかワンウェポン何持っててもおかしくないよな。地獄好き。トドロクツキは処理して、カイリュウはねそんなに僕苦しくないんだけどな。裏はサフゴー、これなら僕クレベ切っていいから、ここでトリックとかを食らわないことがとにかく重要な気がするけどね。だ積んでこられるとまずいんだよな。引くか。たくまれるとちょっと苦しくなっちゃうから早めに。ああどっちみち苦しくなっちゃったね。いやまあでもテラス切ればラッキーで見れるね。だからここは普通に地獄好きで多分よくて、結構入るぞ。そうだよね、気合玉持ってるのはちょっとまずいか。耐える型なんだこいつ型で。ラッキーとハピナスの枠がね、サーフ号受けから解放の役割から解放されたからね、技が普通に単体として強い技構成にできるんだよね。オッケーオッケー、まあジジイ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。トドロクツキめっちゃ投げたいんだけど、鉄の包とか考えると、トドロクツキでまあテラス切ればでもあれか、多少やれるか。で裏そうすると多分クレベがさすがに必須になるかな。クレベトドロクツキ、ちょっとなんか戦術が嫌な感じになるな。サーフ号を受けるのにさすがにトドロクツキがまず絶対入ってきて、ラッキーじゃ無理だからね。そうなるとドラッパとセグレイブがちょっときついんだけど、そこに対してまあ甘がクレベなんだよな。でどうやっても鉄の武人がめちゃくちゃ重いと。で鉄の包みも、鉄の包み考えるとラッキー欲しいんだよな。でもロアリングムーン、ラッキー、クレベースとかアーマーガーで多分インファがやばすぎるから、さすがにその戦術ちょっとできなくて、まあ、バレル持っていかざるを得ないかな。まあトロクスキから入ってで、アマガかクレベ置くのは確定でいいか。アマガの方がいいかな。いや、クレベでいいね。ラストはさすがにバレるか。ドヒドでもちょっと良かった気もするけど、鋼タイプ多くて。ドヒドではマジでね、ネットを失ってから鋼タイプに本当に何もできなくなって、それがちょっときついんだよね、結構。まあ、単体の受け性能は高いんだけど。包みから来る。こいつはテラス切ってみることが確定してるので、何上がる？ S 上がってほしいな。 C 上がる。ちょっときつい寄りではあるんだけど、引けないのでテラス切って殴るしかないかな。早いうちに。相手もこう突っ込むポイントだよな。早めに地獄好きで。鉄の包みさ、これ色違いだよな。本当にもうなんか鉄になっちゃってんじゃん。色がさ、まだ前はデリバードカラーが残ってたのに、塗装される前の状態になっちゃったわ。こいつのテラスタイプに一生悩んでるけど。フリドラこれ身軽張りに行った方がよかったな。C 上がるってことは相手結構遅いから、身軽張れた気がするんだよね。ただね、ハイドロポンプはね、外しがあるから結構、あ、それなら身軽で外しますするか。テラスキル。
本当はただ鉄の包みに対してはこいつ B が高いから特殊技で攻めたいんだけど、トドロクツキは残念ながらね、特殊技は期待できないので、こっからはハイドロポンプをめちゃくちゃ避けてほしい戦いになるけど、氷技1回ぐらいやったら多分バレル食らっても大丈夫なんだよな。いや明らかにこれ初手身代わり押さなかったのが響いてる気がすんな。バレル投げてさ、キノコの星打ちに行く、多分押せるよな。鉄の武人めっちゃ重くなるよな。地獄漬け押すしかないか。多分もう一次で落ちないんだよな。あ、オッケーオッケー、ここアンコールめっちゃ助かる。下から打つアンコールさ、宇宙一弱くないか。これで多分次のドロポンはまあ耐えるから殴り合っていけるはずで、ドラパも後出しできないでしょ。てか相手もテラスないからそんなにやばいもの飛んでこないと思うんだよな。鉄の包みなんか正解が見えないな。フリドラとハイドロポンプで結構範囲はあるから、テラスタイプどうするんだみたいな、いらないいらないから普通に水技威力上げればいいんじゃないかみたいな問題はあるけど、無人来ちゃー。こいつがでもクオークチャージしないだけでめちゃくちゃ安心感あるわ。回復量11かな。あ、191だから多分11だな。いや、そんな回復しないか。9か。脳がちょっとバグってるわ。191の。回復効率が一番高くなるようにしてるから、回復したその数値の変動をよく見てればよかったんだけど。いや、わからん。191がなんか、いいって聞いたからそうしてるだけでさ、それはちゃんと説明できないから、ちょっとあれないよな。ハチマキくれた。これさ、めっちゃ報酬打ちたいな。いや、サーフボーの後出しはそんなにやばくないから、もし押していいと思うけどね。こいつがトリックしてきて、サーフボーもトリックしてくるとは思わないんだけど。いて、あー、オッケー、デリバード寝かせれるのでかい。これで相手単純にこいつ寝たから、単純に寝ただけになったからね。羽ばたく神じゃない、いや、トドロクツキだね。でもついにさ、形容詞プラス名詞って感じの名前になっちゃったよね。英語名もだってロアリングムーンでさ、二単語に分かれてるし、それがなんか日本語でカタカナになってるとちょっとさ、かっこいいけど、現地人のその英語を母国語としてる人からするとちょっとなんかいまいちなんだろうなと思うんだけど、ここは早く殴った方がいい。相手アンチャンアンコール押してくるのもあるけど、最速起きでアンコールとかがちょっとだるいから、あと身軽張って鉄の無事に出てくるとちょっと損した感じになるから殴ったんだけど、多分今のはこうちょっとコーランス寄りだったと思うけどな。サフゴ出てこないんかな。無人この人全部色違いでかっこいいな。バレル引いて、ここ相手トリックすると元に戻るのと、トリックしないとだんだん減っていくので、ハチマキの時点で多分剣舞がないから、あ、インファに出すとめっちゃ助かる。寝かせに行くのもまあありなんだけど、いや、バレル絶対ヘドバック欲しいなヘドバックめちゃくちゃあっていいな。
まあ寝かせに行くのが正解か。裏が寝かせれるんでも全然いい。サホいるんかい。包みに引いたの、なんでなんだろう。普通にあれかな、殴られる読みで投げて、登録付き読みのハイドロポンプをかましてみたいな感じの計算だったのかな、さっきのは。で、こっからはゴールドラッシュは別に大丈夫だから、シャドーボールがちょっときつくなってくるんだけど、早めに地獄好きで殴っていきたいかな。テラスしなければね、身代わりでゴールドラッシュ打たせて C 下げるの待ってみたいな動きを考えてたんだけど、あー君もトリックしてくる。バレルにトリック打つの相当勇気いるでしょ。残飯持たれたのがめっちゃだるいな。だから後ろ引いてもそんなにあれだよな。あーここ通るなったらめっちゃ助かるけど、気合玉は耐えるね。シャドーボール、で、あとはサフごとトドロクスキの対面を作って、鉄の無人を削るゲームかな。トリック、トリック苦しいなマジで。無人がさ、地獄好き4分の1だから全然削れないんよ。ここね、地獄好き突っ込むと勝てるんだけど、バレル引きますか一回。で、S 関係が分かるとめっちゃ楽になるけど、ここ相手が引いてきて引いてこない。こうサーフ後に相手下げるしかないと思うけどな。釣りに行きたいな。釣った瞬間勝てるけど、それをする構築ではないので、やっぱ登録付きに引くボタンさえ押せればね、マジで勝ってるんだけど、しなくていい、余計なことしない方がいいと思うんだよな。サーフ後に死ぬほど回復されない限りは別にこれ続けてればいいから。あー危な、釣り効果読んできた。こういうのがあるからね。あとはサーフ号にトリックだから、まあ身代わりはないと思うんだけど、回復させないことかな。とにかくサーフ号の構成次第だな。トドロク突き投げてここの技次第だけど、まあ再生から入るしかないんじゃないって。多分 TOD になるな。羽をして、裏引いて。だ再生トリックだから、匠ないところまで確定してて、これは羽で受けていけば別にそれでいいかな。倒すの諦めた方がいいね。羽から入って、地獄好き、地獄好きでさ、倒せるっちゃ倒せるか。そっちでいいな。羽をして気合玉飛んでくるとかが目も当てられない展開になるから、普通に殴った方がいいわ。うん、残飯回復あってもさすがに追いつかないっしょ。あーなんかいいわ。トドロクスキーあれだね、開拓していきたいね。まあ、GG お疲れ様でした。